はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は、東大実践模試の解説ですね。範囲は整数問題です。ジュニアオリンピックの問題がこうやってきた中で、突然こう東大実践の模試の解説というのはちょっと意味不明なところがあるかもしれないですけど、まあ、後期日程ね、近いということもあり、でもね、東大後期が2016年からなくなってるのに知らないのかってコメントが来そうですけども、まあね、他の大学の後期日程の問題、入試に対してですね、東大の実践の模試なんかできたら少し自信につながるかな、できなくてもまあ東大だからいいやっていう気になってね、少し肩の力を抜いて問題に挑戦していただければいいかなと思ってこのチョイスしております。東大の過去問とか今年の問題でも良かったんですけどね、実践模試にした理由は特にありません。はい、ではやっていきたいと思います。KL を整数とすると、K の2乗足す KL 足す L の2乗足す1は3で割り切れないことを示せるんですね。まあ、モド3で考えるのは常識ですかね。で、これ K と L の対称式なので、まあ以下モド3で考えるってことにしまして、まあ K と L が両方とも0の時、それから K が0で L が0でない時で、両方とも0でない時、 K が0でないかつ L も0でないと、この3パターン考えればいいですね。で、ちなみに0でない時には、この場合には K の2乗と L の2乗は両方とも1になるっていうこと、これは常識としておきたいですね。プラスマイナス1なので2乗したら1になるわけですよね。これによって、まあ、M の、値 M を、まあ、K の2乗足す、KL 足す L の2乗足す1というふうに置きます。トークですね。で、じゃあ1番目、2番目、3番目と。で、それぞれ計算していけばいいんですけど、まあ、1番目の時には明らかにこれ M は、1の時には、M は1ですよね。M は0たす0たす0で1なので0でないと、3で割れないっていうのが分かります。じゃあ2の時はどうかというと、片方0なので M は0たす0たす1たす1になりますね。で、2になって0でないということが言えます。で、3の時はどうかというと、 M は両方とも0でないので、プラスマイナス1ですけど、 K は実際には K と L っていうのはプラスマイナス1になってます。まあ1、2って書いてもいいですけどね、プラスマイナス1っていうふうに書いておきましょう。そうすると K の2乗が1で、KL はこれプラスマイナス1の積なのでプラスマイナス1になるしかなくて、2通りありますよね。で、1たす1なので、結局プラスマイナス1になって0でないと。まあ、これで、証明が終わってる。ね、いずれにしても、いずれもの場合も、M は0でないので、これで証明が終わってるということですね。いいですかね。難しくないですかね。はい、じゃあ2番に行きましょう。fx=x3+x+1 とすると、 fx=x3+x+1 とする。 3n 乗個の整数 f1 から f の3の n 乗までの中に3の n 乗で割り切れるものはただ一つ存在することを示せっていうんですね。まあこう置きましょう。 k と l という、整数、正の整数で1以上、まあ、K の方が、大きいという形でこんな風にしときます。3の N 乗までですね。で、 FK と FL の値が3の N 乗で割った時の余りがどうなるかっていうのを調べたいので引き算します。つまりこの FK-FL のこの計算をして、それを3の N 乗で割った余りを考えるってことですね。
で、実際に FK のマイナス FL っていうのはこれ因数分解できるんですよね。K の3乗足す K 足す1マイナス L の3乗足す L 足す1で、因数分解するとちょうど、まあ、この因数分解ね、手間を省きますけど1がまずなくなって因数分解するとうまい具合に、先ほどの1で証明した式が出てくるんですよ。これ出てくるんです。ってことはここは3で割れないっていうことですよね。この後半ここは、K と L の値によらず3で割れないっていうことが言えて、じゃあ FK と FL が3モッド3の N 乗で、等しい時はあるのかっつったら、この値もこの値も今、1から3の N 乗までの間なので、3の N 乗で割れることはないんですね。3の N 乗では割れない。割れないっていうことはいいですか。これなんでかっていうと、K-L という値は1よりも1以上で、 K-L というのは3の N 乗マイナス1までの値になってるからです。だから3の N 乗で割れないんですね。結局、まあ、3の N マイナス1乗とかでは割れる可能性もあるけど、後ろの方が3で割れないので、結局3の N 乗で割れることはないということです。というわけで、結局そのどれも3の N 乗で割れないということは、 FK と FL は、3の N 乗で割った余りは全て異なるということですね。あまりは、全て異なるということが言えます。ということはその今そのあまりが全部出てるってことなんですね。 F これ全部 3の N 乗項あるわけですから、 F1、F2、F3、どれもそのあまりがイコールになるものはないわけですよね。等しいものがないわけです。全部だからあまり違うわけです。でも、これは3の N 乗個の、N 乗個の整数、この整数なので、この中に必ずその余りとしては結局0、1、2、点点点3の N 乗マイナス1の集合に一致して余りとしてはですね、モッド 3N 取ったらこれの集合として一致して0になるものが必ずどこかにあるというわけです。集合としてこの集合は、この集合は3これと一致するってことです。モッド3の N 乗では集合として一致するので、どこかのその3の、FK みたいなのがその0になる、モッド3の N 乗で0になるってことで、ただしかもそれが一つしかないってことも言えるってことですね。これが完全に一致してるので、ゼロになるものが一つしかないということで、まあ大が言えたということになります。つまり、F1 から F3 の N 乗で、3の N 乗で割れるものがただ一つ存在すると。という証明ですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ通常なんか東大実践っていうと東大の本誌よりも難しいイメージがあるんですけども、まあこれはまあ標準的ですかね。特別すごく難しい問題ではないかなと思いますけれども、まあでもですね、まあ東大実践ですからそれなりのレベルだと思います。はい、というわけで、まあ、後期受験者ですね、頑張ってきてください。はい、ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。